ちなみに今ね、現金をこうポケットに入れて東南アジアの街を歩いてるんですよ。What? Yeah, I'm sorry. Grab? No. No? No grab?はいどうも、スキル獲得チャンネルのストックが危ういそうなので、ちょっと動画を撮っておいてくれという依頼をねいただきまして、現在ベトナムハノイにいます。今からですね APF アジアンポーカーフェスティバルっていうイベントにちょっと行こうかなと思ってグラブを呼んだところですね、賞金保証額が10億ベトナムドンかな、なんで600万、6000万、そんな大きい大会じゃないと思うんで600万ぐらいだと思うんですよね。参加費が30メガって書いてあったんで、いくらだ、30メガ、3000万ベトナムドン。とりあえずお金を出してポーカーしたらお金が増えそうっていうイベントがやってるので、ちょっと遊びに行こうかなと思ってます。まあこうやってね、ゆるく海外行って遊べるのもねいいですよね、スキルがあるって。青くんは何してんだろうな今。そこがないよね、最近思うんだよね。そもそもさ、我ら社会不適合者なんですよ。でその社会不適合者2人が一緒に YouTube チャンネルやってるということ自体がもしかしたら難しいことなんじゃないかと僕は最近思うわけですよ。そろそろタクシーが来そうなんで、一回切ってタクシー乗って会場移動していこうかなと思います。ちなみに今ね、マジで現金をこうポケットに入れて東南アジアの街を歩いてるんですよ。結構綺麗でしょ、治安もいいよ。うん、ちょっと危ないよね。ポッケに100万ぐらい入ってます。よし、じゃあ行ってきましょう。クラブ来ましたね、行きましょう。ハロー。いや、迷う。雪？いや、サイド。What？ いや、サイド。グラブ？ No。No？ No グラブ？間違えました。多分違ったらしい。どれだ？恥ずかしいね、違う車に乗りましたね。いっぱいあるね、まあ、こんな感じで適当に来てます。なんか最近お金持ちの人たちを見てるとみんなね暇そうなんですよね。ただまあこうやってね趣味を見つけるって結構大事だと思うんですよね。僕なんか結構ポカ好きだし、海外とか一人でフラッと行けたりするんですよ。で今回もバハマっていう国か、チェコのプラハか、フィリピンのマニラか、ベトナムハノイ、どこ行こうかなって思ってフラッとベトナムに来てるんで、そんな風な行き方ができると楽しいですよね。でこうしてる間にも僕が過去に作った商品だったりとかブレインっていうプラットフォームが動いてくれて利益が生み出されると、資本主義だなっていう感じです。でもね、昨日ベトナムに住んでる日本語ができることをちょっと話をしてたんですけど、昔トヨタの派遣校かなんかに勤めてて、でその子曰くベトナム人の平均月収って4万とか5万なんですって。1泊6000円くらいのホテル泊まってるんですけど結構綺麗なんですよね。で今日本で6000円のホテルとかだったら結構微妙というか狭いホテルじゃないですか、アパホテルすら泊まれないみたいなね。だからまあなんか意外とオンラインでネット完結して動画編集とかプログラミングの仕事を受けて月 4,5 万の平均月収が普通みたいなところで 2,30 万稼ぎながら富裕層として生きていくみたいな生活も悪くないよなって思いましたよね。周りがどんな感じかって結構幸福度に影響するんで、例えばさ、周りが月に3万4万しか収入得てないみたいな状態だったら、自分がね20万30万もらってたらめっちゃ幸せなわけじゃないですか。でも逆に自分が100万200万もらっても周りが月500万600万稼いでるところにいたら、なんか周りと比べて不幸になっちゃう、そんな生き物なんですよね人間って。で特に今さ SNS とか発達して周りでうまくいってる人とかの情報が結構入ってくるわけじゃないですか。だからそれらを見て、ああ自分もこんな風になりたいって思って頑張れる人は結果出せると思うんですけど、そうじゃない人は SNS 出てるとどんどんね幸福度落ちてっちゃうと思うんですよね。経営者お金持ってる人が不幸になる理由ってそこちょっと絡んでる気もしてて、経営者でお金持ちます、やっぱ100万200万稼いで幸せかってなるんだけど、またそこを超えていくと周りも100万200万稼いでる人、もしくは4、500億っていう規模で稼いでる人と出会うわけですよ。そしたら自分ってそこと比較しちゃうとちっぽけだなっていう風になっちゃって、また不幸になっちゃうんですよね。だから周りを見てても月100万稼ぎたてぐらいが一番幸せでしたって答えてる人すごく多いのよ。それはなんか周りとの比較なのかなとか思っちゃうね。仕事をするのももちろんいいし、このスキル獲得チャンネルの読者さんはすごく勤勉な人も多いので頑張ってほしいなとは思うんですけど、こうやってたまにフラッと無計画に海外に来てみて、ああ大変そうだなみたいな、自分ってすごい恵まれてるなみたいな風に思うのも幸福度を上げる上では大事なのかもしれないですよね。昨日はね YouTube の登録者数が50万人弱ぐらいのイケちゃんっていう YouTuber の人と、ダーツプロのマヨンナさんと、あとポーカープレイヤー2人とご飯行ってました。まあ、それもね Twitter
Twitter のリツイートで上がってます。本来だったらね、その50万人のインフルエンサーとか会えないんだけど、今回やってるってだけで普通にフラッと会えたりするんでいいよね。まあもちろん普通の人として会ってるから嬉しさですねみたいな扱いはお互いしないんだけど、趣味で出会う人っていいと思うんだよな。利害関係もないし、なんか仕事で出会う人ってさ、やっぱ利害関係というかメリットデメリットの付き合いになっちゃうから、どうしても。そうそうそう、昨日ねベトナムに住んでて日本語が分かって、さっきあの言ったトヨタで働いてた人みたいな、あの人と喋った時に、愛知ってすごい運転荒くないみたいな、言ったらベトナムより100倍マシだよとか言ってたから、やっぱ東南アジアってすごいよね。今日のこのバイクの量すごいよ。まあでも言うてもマシだよな、フィリピンとかもっとやばかった気がする、マニラとか。参加費がいくらかもわからない大会に出に行くと大丈夫でしょう。ベトナムだし、これがね、ヨーロッパとかがあのアメリカになると参加費なんか1000万とか2000万の大会があるんで、さすがにそれはねノールックでは出れないんですけど、まあアジアなら大丈夫でしょうと。どうしようかな、いつ帰ろうかな、いつ帰るかも決めないまま来てしまいましたね。無理だ。その結果として撮影本数が足りなくなる。酒井君には迷惑をかけてます。いやー、なんだかんだね、お金があることよりもこうやってフラッと海外に行けたりとか、好きなタイミングで好きなことができるっていう生活に僕は憧れますね。まあ、とはいえやっぱ仕事もしなきゃいけないというか、僕はね昔原体験として IT スキルを身につけて人生が変わったって経験があるから、この経験をみんなにもしてもらいたいってことでプログラミングとか動画編集のスクールやってるんで、なんか誰かに人生からきっかけ与えたいなっていうのはずっとあるから、その面で言うと仕事はすごい好きなんですよ。ただどっちかというと、なんかお金をめっちゃ稼ぎたい、1億2億10億100億欲しいという気はそんなになくって、別にブランドにも興味ないし、考えるとやりがいのある仕事をやりながら、まあ好きな人と一緒にいて気の合う仲間と仕事をして、それで自由な時間がいっぱいあって、もしフラッとこういう風に海外行けて趣味がいっぱいあって楽しめる、そんな生活が一番楽しいんじゃないかなという結論に至っているので、まあそんな生き急ぐこともなく緩く生きていきましょうという感じで最近は推移しております。それこそ飛行機の中で 1.5 万字ぐらい書いたんですよ。それをね、広告か書籍にするかブログ記事にしてこうするか、まあ YouTube の長尺動画にするか、どれか迷ってるんですけど、どっかの素材にして集客をして一本商品売っていこうかなと思ってます。だから多分飛行機の中で書いた 1.5 万文字で多分トータルで2000、3000万ぐらいは稼げるんじゃないかなと思ってます。まあこんな感じで今回の動画は終わりにしようと思います。僕のベトナムグラブ中フラット会話でした。面白いけど日々こんな感じです。まあちょっとね海外いるんで、もう何本か海外のゆるふわ動画撮っていきたいかなというふうに思って、ね、楽しみにしておいてください。概要欄にあるねサバンナのマキリメルマガ、あのまだ読んでない人は登録してみてください。まあ負けの力があると自由度もめちゃくちゃ上がります。働いてない時もう売り気が出る仕組みを負けの力があれば作れちゃうわけですからね。なんで、ぜひ登録してみてください。ということで今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。